電子バイオリンでレッスン受けるのはありですか？ありだと思います。でもそのオンラインとかだったらいいですよね。そうだね、オンラインだったらつなげるじゃないですか、うん、アンプね、アンプに、うんうん、でもやっぱり対面になったらどうしてもその本体だけってなりますよね。そうかもね、そうかもね。バイオリンちょっとお休み中です。チャンネル拝見してまたやりたくなって、コンチェルトやりたい、うん、やろう、やりましょう。うん、あら、もーちゃん、おもち、おもちゃん、おもちゃんもね、こんな有名になって、うん、みんなが可愛い言ってくれて、うん、おもちまん、まん、おもちまん、おもちゃん登場でした。おもちさんおいくつなんですか？おもちゃんは今度の12月31日で2年目、うん、2歳になります。おもちは本当にまったりしててほわーんとしてる猫で、抱っこしても嫌がらないし、すごいねまったり系で、もう一匹のきなこメスは結構ね触ると嫌がるし、噛んだりはしないんだけど、まあ女って感じ。好きなおすすめの作曲教えてください。おすすめ作曲家、モーツァルトはすごい好きで、ブラームスも好きだし、最近その取り組んでるシューベルトもいいなってなってます。おもちゃん、おもちゃんそっから出て、おもちゃん、おもちゃん、かわいいね。おもち、そっから出て、そんな隙間から。おもちゃんも気になるんだよね。あ、そっか、そうめん回ってるからか。あ、動いてるから気になるのか。可愛すぎませんか、皆さん。この猫は。おもち可愛いんですよ。今映ってないけど、きなこっていう猫もいて。うん、これがやんちゃで困る。寝てます。おやすみなさい。